室生寺の仁王門です。女人公や取れるかな、仁王さんいるんだけど、こっちからだったら眩しすぎるか、なんとか映ってくれるか、雰囲気だけでも。はい、入っていきましょう。なんだ、棒の下へ、これ美しい五重の塔がありますね。あの瑠璃光寺の五重塔って山口にありますけど、あれがいいっていう人もいるけど、まあ女性の人とか、あの普通の純粋に美しさっていうね、で言えばこっちでないかなって気しますね。抜群の人気を誇っています。ここです。あれですね、石ですね、コンクリとかではなく。ちょっと寄り道、弁天様。あれだな、あの周り普通池だけど、池の代わりに周り川細く、はい、はい、一回切ります。